みし、はるか、ことで、まほ、私たちは、ジェゴでーす。皆様にご報告があります。おぉ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、ついにジェゴ、サンリオピューロランドで、ワンマンライブ開催決定しました。イエーイ、マジうちちっちゃい頃から超行ってたから、うん、こんなちっちゃい頃から行ってる場所でワンマンできるなんて本当夢のようです。皆さん夢です。いつも応援してくれてる皆さんのおかげなので、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。今回のライブタイトルがすごく面白くて、はい、こちらを発表していきたいと思います。はい、チャゴリシャス、こんな見た目だけどゴリゴリかまします。イエーイ。あのサムネも見ていただいてる通り、結構ねサンリオピューロランドなんで可愛らしい雰囲気をね、お持ち出してるんですけど、ゴリゴリやっちゃうよっていう意味よ。フェアリーランドシアターっていう場所で開催させていただくんで、結構セットもねすごく可愛らしくて、そう見に行ったんですけどすっごかったね。普段ね歌とかダンスでワンマンライブやってるんですけども、ちょっとそれとは変わった皆さんも楽しめるような内容になっておりますので、お楽しみください。はい、今から詳細を告知していくんですけど、まず日時が11月6日の日曜日です。おお、絶対開けといてください。日曜日で当日は2部制になってて、1部が1時会場の1時半開演で、2部が17時5時会場の17時半開演です。なるほど。各部終わったら終演後に物販があるので、おう、2階あります。場所がサンリオピューロランドの1階フェアリーランドシアターです。はい、でチケットの料金が一般チケットが税込みの6900円です。でこれはサンリオピューロランドデイパスポート、来場予約とイベント入場料が含まれているっていうこと。でこのチケットの中にサンリオピューロランドデイパスポート、来場予約とイベント入場料が含まれてます。で席は指定席になってます。で今回なんと出演者がチェゴだけではなく、あのかの有名なハローキティさん、わー、バット松丸くん、シナモンさんです。わー、超豪華メンバー、すごいですよこれは。見ての通り私たちの方からちょっとします出していただきます。キャラクターたちと一緒のステージがあるかもしれないっていう、まあ、これ以上は言えないんですけど、お楽しみにしてください、はい。チケット情報なんですけど、第1回目にプレオーダー選考っていうものがあって、受付期間が9月14日水曜日の12時から9月25日の23時59分までです。おー。で、その後、抽選なので当選発表をしてっていう感じで。なるほど。はい、まず最初は選考 で抽選のチケットになります。はい、でそれが終わったら次一般発売になるんですけど、一般発売は10月15日土曜日の10時からなります。あ、1ヶ月後なんだ。そう、でチケットが今回 E プラスさんになりますので、こちらの詳細も概要欄に載せておきますので、こちらチェックしてください。まだ細かくまでは内容決まってないんですけれども、今回は今までにないようなスペシャルなステージを皆様の前で披露させていただきますので、11月6日は一緒に楽しい思い出を作りましょう。はい、待ってるよということで、以上チェゴでした。バイバイ。バイバイ。We got it.